シプリアン・カツアリスはフランス出身の世界的なピアニスト、作曲家。マルセイユでギリシア系キプロス人の家庭に生まれる。父の仕事の都合で幼くして両親と共にアフリカのカメルーンに移住。4歳でピアノのレッスンを始める。最初の死はマリ・ガブリエル・ルーベルスだった。1964年パリ音楽院に入学。ピアノを アリーヌ・バン・バランズ・アント・モニク・ドラブ・リュ・ショルリに指示。1969年、ピアノで最優秀賞を受ける。さらに室内楽をル、ルネル・ロワとジャン・ユボウに学び、1970年に最優秀賞を受ける。1966年5月8日、シャンゼリゼ劇場にて、パリで最初の公開コンサートを開く。この時は、音楽の王国青年コンクールの 騎士としての出場だった。演目はフランツリストのハンガリー幻想曲でルネ・ピエール州統式のイルド・フランス交響楽団との共演だった。1970年パリでアルベール・ルーセル基金賞を受ける。またこの年にはチャイコフスキー国際コンクールでも入賞している。1972年にはアントウェルペンでアレックス・レフリース基金賞、ベルギーのエリザベート王妃。 国際音楽コンクールにおいて9位入賞と受賞を重ねる。このコンクールでは西欧出身者として唯一の入賞者であった。1974年ベルサイユでジョルジュ・シフラ国際ピアノコンクールに出場し最優秀賞を受ける。1977年ブラチスラバでユネスコ主催の国際青年演奏会演壇に入賞。演奏は超絶技巧的な面と 詩人的な面を併せ持っている。また、内製の処理が非常に巧みである。代表的な録音に、ショパンのワルツ州に収録されている、ワルツエーハ単調作品64から2や、フランツリスト編曲版からカツリス自身が、さらに編曲し直した、ベートーベンの公共曲全集がある。現在は、カツリス自身が設立した、レーベル、 PIA No.1 において様々なレコーディングや自身の過去の録音の復刻を行っている。また、信仰宗教であるサイエントロジーの信者であることを公表しており、2004年には王子ホールより出されている、小冊子王子ホールマガジンの夏号などにおいて、信仰告白をしている。ありがとうございます。